ゲッターズ飯田の占いプレゼンツ億万ぐらい幸せにしてやろうか。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万です。というわけで、はい、12月にもなりました。12月になりました。もうあっという間ですよ。もう億万くん寒いのずっと半端だよねそうですね、短パンですね。ねえ、そうなんですよ。もう今年42ですけどね。もうやめたら40 そうなんですよね。膝小僧出してんのは勝俣さんぐらいですから。もう勝俣さんと出川さんぐらいですからね。もうやめた方がいいよ。そうですね、そずっと、はい、膝を出して歩いて寒そうに見える膝を。そっか、確かに飯田さん短パン履かないですね。そういえば家では履いてるよ。あ、家で履くんすか。あの、あ、でも履いてるわ。なんかジャージみたいな。夏はね、はいはい、作業着的なものを履いてる。でも外でも絶対履かない、うん、基本的にデニムか、まあ、そうか、確かにね。占い師、芸能界最強占い師が短パンで出てきたらちょっと説得力ね東京都20代前半女性、小川さんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。20歳会社員です、はい、私は4月に会社に入ったばかりなのですが、態度の悪い同期とセットにされ先輩から目をつけられてしまいました。同期は怒られると言い返そうとしたり、理不尽なことを言われたり、気に入らない仕事を振られると返事をしようとしません。そんな人と一緒にされたくないと毎日悩んでいます。他の先輩にも目をつけられているような気がして毎日苦しいです。ずっと憧れてた職業だから、どんなに悔しくても耐えていこうと思っていましたが、正直辛いです。どうしたら私は仕事を楽しむことができますか。どうしたら先輩たちと仲良くできますか。はい、ではこんなことならないよ絶対に社会ってそういうもんじゃないから、サークルじゃないんだから。大川さん、仕事ができないだけです多分、セットにされて、例えば同期の態度が悪いのは多分同期の態度の悪さはチェックされてると思いますが、はい、大川さんが多分、違う部分でなんかこうやって抜けてんなか何かチェックされてるだけなので、多分なんだろうな、僕らがもうおじさんですよ。僕はおじさんだから、はい、2000年の最近の若いもんはってことのチェックです。あ、で最近の若いのは俺の時代はこうだったよとか、私たち時代はこうだったよってあるじゃん。億万くんと僕らはそんなないけど、うん、簡単です。コミュニケーション取りいかないからです、うん、まず自分から挨拶に行ってございますって、嫌な先輩とかその注意されるのと先輩に向かっていかないと、うん、今日のダメだとお願いしますみたいな、お前から来んじゃねえよって言ったら可愛がられるから。確かに、可愛がられいじられる。てか最近の若いもんは可愛がられ方が下手なの。あ、確かにそうです ね勉強なんて正直でもうクソみたいに言うことないからね、学歴なんて、うんうん、社会とも人間性とさ、コミュニケーション力でひっくり返せるからさ、うん、はい、そのお母さんそう気づかないとさ、あ、いやコミュニケーション通りって先輩となんか飲み行きましょうよとかご飯行きましょうよとか、うん、先輩って行けばこいつ可愛いねってのも差なんて簡単に歴然差つくから、うん、そう賢くやんないとさ。しかもあれですよね、これ考え方によっては態度の悪い同期とセットにされてると思うならよりチャンスだと思う。ラッキー、そう、俺もラッキー、普通のことをすればいいだろ。ラッキーラッキー、そう、本当そう、それさえだからこいつにめちゃめちゃ感謝できるんですよ、態度の悪い同期。そう、どん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 差がつくから、はい、もうこんなん簡単で、一緒にされてるってことは自分が懐っこくないか、まあでも占い上若干偉そうなんて口が悪いところと、真面目なのは引いてるから、引いてるのは多分粉まいきに見えるっていうところあるんだったら、もう一気に入るしか、もう懐どう入るかだから、うんうん、ここ行きましょうみたいな、先輩怒ってくださいみたいな、お金がなくてみたいな、うるさいお前ずうずうしいなっていうぐらいうーん、もう可愛がられるって何なのかっていうのを徹底して学んだ方がいいよ。そしたらもう若いうちにでもあと雑用どんどんやった方がいいよ、ね、若いうちしかできないから、うん、もう先輩ここダメやりましょうかみたいな全部やっていけば。しかもね、20代の女性だったら連れてってくれますよね多分。そう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 、男の上司は絶対可愛がられるから、うまくちょっとどうしたら何時でいいか分かんないんで、とりあえず飲み行きましょうみたいな、うん、そしたらみんな楽しく話してくれるから、ハイボール私ちょっと勉強したいんですみたいな、ウイスキー勉強したいんですみたいな。誰それいや分かんないですけど、笑ってたじゃないですか今笑ってたじゃないですか最初、このハゲた坊主が変な、ハゲた坊主はそれは俺ですよ、それ俺ですよ、まあ、でもなんかそういう風になんか会話をしていく風にしてった方がいいってことですよね。社会はコミュニケーションです。コミュニケーション取った人間が必ずちゃんと掴める。本当そうだ。でももうただそれだけ、ビビってやらないんだったらもうこんな同期にこの先で億万くんに感謝できるぐらい懐に入れる人間になってください、うん、運気的には今年来年いいので、どんどん入ってずうずうしく生きてください、はい、頑張ってください。では続きまして、三重県は30代前半の女性、あずささん、ございます。私は今までの自分を変えたくて、ここ1年ほど占いのカレンダーを意識して過ごしたり、いろいろ取り入れて過ごしました。ありがとうございます。そして最近彼氏と別れました。二股されていましたが、彼の心の背景も分かるので、今は未練もなく相手の成長と幸せを願っています。そういった過ごし方の成果なのか、視点が変わってきました。そして最近仕事でリーダーを任され、管理職も今後させてもらうことになります。